YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV でございます。本日、紹介する車はこちら。キャンピングカー広島さんのバンコン、カレントキャンパー、ピコ、という車になります。乗車定員が6名、就寝定員が4名の車になります。こちらが外観になります。ベース車は、トヨタのライトエース。こちら。カレントキャンパーピコのピコというのは1兆分の1という小さな単位を表します。軽自動車ではちょっと小さい。でもハイエースだとちょっと大きい。誰でも運転できるお手頃サイズのミニバンコンをテーマに作られたのがこちらの車になります。展示されているのは 4WD、ガソリンの 4WD になりまして、このサイズでも力強く走ってくれます。キャンピングカー広島さんが小型車にこだわる理由、それは日常の使いやすさをメインに考えているからなんです。エコの時代に省エネで遊べること、車旅を無理せずに楽しめること、こちらの車はほとんどの立体駐車場に入れる2メーター以下の車高となっており、街中の生活も充実させてくれます。小回りの利く使いやすい小型車は、室内が狭いと思われる方も多いかもしれません。しかし、こちらの車は天井パネルをカットし、キャンピングカー広島さんの独自の技術と製法によって、FRP 製のポップアップルーフを小型車枠の中で安全性を最優先に作られたものになります。屋根を持ち上げることによって、室内容積を 1.5 倍まで広げることができます。キャンピングカー選びを検討するにあたって、普段使いもできるコンパクトなキャンピングカー、こちらもとっても使いやすい1台になっています。ではまず、車両後部から見ていきたいと思います。まず、一番最初に目に入るのがこちら。形からお分かりいただけると思いますが、なんと、ティッシュボックスになっています。車の中でティッシュボックスを置いておくと、いつの間にかどこかに行ってしまう、そんなことも多いと思いますが、こちらを使えば、常に同じ場所に置いておくことができます。そしてその隣、収納がついておりまして、ワンちゃんを飼われている方は、こちらにお散歩グッズなどを置いてもいいと思います。木目にはピコのマークが彫られており、お出かけする時の気分を高めてくれます。続いてこちらテレビですが、このようにアーム式になっておりまして、実はこれ角度変えて、角度を変えることができます。外でバーベキューしてる時も映画も見れちゃう、とってもね、嬉しい作りになっています。そしてこちらが給排水のタンク、こちらボタンを押して引っ張りますと、この中に給排水のタンクが各10リットル入っています。こちらこのように後ろのね、大きい扉の近くにありますので、重たい水も楽々出し入れができるような作りになっています。そしてこちらが引き出し式の収納、こちらもね、このようにボタンを開けるとロックが解除。このようにリモコン類を入れたりね、まあ調理器具ですよね、お皿とかお箸とか入れてもいいと思います。深さも結構あります。続いてこちらにあるのがシンク、実はこのシャワーヘッド部分が伸びるようになっておりまして、こちらにかけることができるようにもなってます。なのでワンちゃんいる方、外で、お散歩ねした後足を洗ったりサーフィンする方もちょっとね、軽いシャワー浴びたりすることもできます。実はこちらにあるのが小型のシンク、もちろんね、こうやって使うこともできますし、
よいしょ。こうやって、下ろせば普段はね、例えば作業台として使ったりすることもできます。こちらは車両後部の横向きのシート。走行中はなんと4名こちらに座ることができます。着座時の膝の前にゆとりを出すために、あえて横向きシートを採用。また、簡単にベッド展開できること。ここに最大のこだわりを持っております。持ってもらって、はい。で、こちら手前引くと。すっごい簡単。はい。で、これでもう、出来上がりです。あ、一瞬。そう。あ、すごい。もう戻すときも、これを持ち上げてもらうと、こういうふうに上がりますから。あ、めちゃめちゃ簡単。はい、女性でも誰でもできるわ。そしてこちらがカセットコンロ、よいしょ、の収納台がこちらについてます。パコンと、するだけでこのようにね、入れることができます。でこちらがメインのスイッチ、ボタン一つでねオンオフすることができます。そしてこちらがカセットのコンロ台、よいしょ、簡単にね、跳ね上げて使うことができます。収納するときは、よいしょ、このようにワンタッチでしまいます。こちらオープントップの14リッターの冷蔵庫、もちろんこのように、収納することもできます。手をね挟む心配もなく使います。続いてこちらがダイネットテーブルになります。キャンピングカーでベッドを作るとき、テーブルの片付ける場所に困ってしまうことがあります。ですが、こちらの車では、このようにワンタッチでテーブルを止めておくことができます。テーブルを使いたいときは、このテーブルについている爪の部分を、キャンピングカーについているバーのところにカチャッとはめて使うことになります。お待たせしました。こちらがポップアップの収納になります。もちろんね、ファスナーでこのように、閉めることもできますし、なってます。続いてこちら側がリア、実はこのね、マットの部分、このようにロックがかかってまして、まあ、ひねってパタンと降りてくる作りになります。このポップアップ、出し入れも実はすごい簡単で、ここをね、こう下げる、ここをね、掴んで上げたり下げたりするという作りになってますが、気をつけていただきたいのは、先にね、このマットを下ろさなきゃいけないということなんで、そちらだけご注意いただければと思います。ということで、本日はキャンピングカー広島さんのピコを、お伝えしたわけなんですが、ちょっと補足がありますので、そちらをご説明したいと思います。まずご案内したいのが、車両後部の横乗りのシート。こちらは、キャンピングカー広島さんのオリジナルのシートとなっておりまして、なんと特許まで取られているシートになります。あと、お伝えしたいのが、ポップアップの、素材なんですけど、実はポップアップ、上げた時の横のテントみたいな部分の素材なんですけど、全部で、まあ、大体3種類に分けることができまして、一つは、撥水、加工の施されたテントですね。本当にもう普通のテントを使用したアウトドア系の素材。もう一つがウェットスーツを、まあ、使用している断熱の素材。あるいは、三つ目が表面が合皮のビニールの、レザーを使っている防水タイプの、ルーフテントの素材になるんですけれども、ピコの場合は、このね、3番目の防水加工の素材を使っておりまして、雨の中でも、ポップアップを使うことができるんだそうです。そう、ここがね、ちょっとお伝えしたかったところなので、最後に、まあ、録画をし直して、お伝えをしました。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。画面右下よりチャンネル登録よろしくお願いいたします。
画面左下より関連動画も出ておりますので、そちらもよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。